はい、どうも皆さんこんにちは、ミグマです。今回紹介するガチャガチャはこちらですね。よいしょ、はい、よいしょ、じゃん、こちらレオボイドになります。これね、まあ前に紹介してね、ラビットボイドの第2弾みたいなやつですね。色が4色で、マゼンタ、ホワイト、サンド、シェードっていう形になってます。今回も多分色でパーツが違うのかなと思う。あ、書いてた。サンド、シェードの耳パーツ、共通武器、ガントレット A、マゼンタ、ホワイト、縦紙パーツ、共通武器、ガントレット B というわけでね、ここと、ここで縦紙と武器が違うっていう形らしいです。ふい。で、あと後ろにはね、組み立て方が書いてあって、組み立て時間30分、接着剤不要、難易度星4ということでね、対象年齢15歳以上です。ソータさんかな、これは。だからあれと一緒か、なんだっけ、紡ぎ箱のサバとか、あのやつと同じような感じでね、組み立て目安とかが書いてありますが、難易度はちょっと下がってますね。まあ、あれがね、むずすぎたっていうのはありますけどね。パーツ数多いな、全27パーツ。すげえ。ちょっとね、色はね、今回ね、よいしょ。黒と、黒かな、紺かな。シェードってやつですね。黒かな、紺かな、ネイビーかな。ネイビーは紺か。紺っぽいな。っていう色と、クリアパーツがオレンジですね。綺麗だな、これ。じゃあ早速ね、組み立てていきたいと思います。はい、組み立て終わりました。こちらがレオボイドになります。はい、こんな感じでね、まず自立をちゃんとするっていうのがすごいですよね。足これしかないのに、めっちゃしっかり自立します。すごいですね。でね、体のバランスもいいですね。ラビットボイドに比べると、なんかちょっとスラッとしたような、ちょっとかっこいいような体格をしてますね。マッシブというかヒーロイックな、ヒーローっぽいようなね、見た目をしていますね。これはすごい。かっこいいですね。で、可動がね、頭とかね、あとここ肩のところがこうかんくるくると回ったり、腕も上がったりとかね、回ったりしますね。あと腰がよいしょ、こう前後に可動しますね。で、横にもちょっと回転するんですけど、これあのジョイントがね、ラビットボイドの時もそうだったんですけどね、なんかこう関節がちょっと曲がってるような感じの関節なので、ちょこっとね、可動が難しいんですけど、腰もね、一応左右に振ることができます。あと足、ね、股関節のところが動くのと、膝もしっかり曲がるのと、ここね、つま先というか足の部分も曲がりますと。すごいですね。で、尻尾もくるくると回りますってわけでね、すごい動く。やっぱね、ラビットボイドの時も思いましたけどね、このシリーズね、めちゃくちゃ動いてね、めちゃくちゃいいんですよね。関節もしっかり、ちょっと硬さがあってね、こうカチッと決まる感じで、ゆるゆるってわけでもなくてね、ポーズとってもへたれないぐらいの硬さが程よくあっていいですよね。で、組み立てもね、そんなに難しくなかったですね。しっかりこう、はまりやすくて、組み立てやすくて、30分もかかんなかったような気がしますね。めちゃくちゃ、いいですね。で、大きさも結構大きめかな、うん、多分なかなか大きいですね。いやー、いいなー。で、今回出たのはね、このね、なんだっけ、シェードっていう、まあ、多分ネイビーベースにね、このオレンジのね、クリアパーツが使われてるんですけど、この色合い結構いいですね。かっこいい。で、今回はここのね、武器のパーツが A っていうやつなのかな。で、こういう形をしてます。で、あと、縦紙が2本に分かれてるタイプが入ってました。まあ、この方は1本になってるのかなっていうのが入ってました。でね、これはね、毎回ね、あれなんですけど、いろんなところにね、こう、穴が開いてたりするので、このクリアパーツとかをね、こう、外して、よいしょ、この穴のところにこう、いろいろ入れることができるのでね、なんか結構オリジナルのね、よいしょ、装備みたいな形にすることもできますね。こんな感じでね、縦紙の部分をね、肩とか手のところにつけてみたりとかもね、こういうふうに
できるので、いろんなね、こう各自オリジナルのね、装備をすることができて、これも面白いとこですよね。で、よいしょ、このね、はい、この武器の部分も取れるのでね、こんな形で、よいしょ、左右に縦紙パーツをつけてみたりとかね、このね、部分を今度頭のところにこう、つけてみたりとかもね、いろいろできます。尻尾なんかにも穴が開いているので、ここにねつけることができます。よいしょ、はい、これやっぱいいですよね。であと尻尾のところもね、多分同じやつになってるので、逆に尻尾パーツをねこうニコンと上に持ってきたりとかね、あと手にも穴が開いているので、尻尾の部分をこうやってねつけてね、なんかこうニョキーンと伸びている武器みたいに見せることもできます。かっこいい。これがねこのシリーズのね面白さでもありますよね。やっぱね、いろんなね色があったりするんで、複数集めるとね、いろいろこうパーツ付け替えたりとかねもできるのでね、オリジナルどん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 作っていけるっていうのがこのね良さだと思います。そして、まあ、手元にラビットボイドはないんですけど、ラビットボイドもほな一緒なのかな、ちょっと持ってくればよかったな。ちょっと今度ね時間があるときに確認してみたいと思います。いやー、すごい、めっちゃかっこいい。個人的にこの縦紙パーツ2本割れの方が良かったので、今回ねシェードが当たって良かったですね。いやー、すごいかっこいいな。多分ここがライオンっぽいってことなんでしょうね、レオボイドってことはね。やっぱね、ラビットボイドの時もね、それとなくウサギのね、モチーフだなっていうのが分かるような造形してましたけども、今回もね、確かに言われれば、ライオンっぽいなっていう感じが、程よく分かるようなデザインになってて、かっこいいです。ライオンしすぎずに、かといってライオン要素がないわけでもないというような、なんかバランスがいいね、感じのデザインをされてて、どんどんこのシリーズでね、いろんな動物のね、出してほしいですね。なんかすげえゴリゴリムキムキマッチョのゴリラみたいなやつとかあればかっこいいな。ゴリラとかそういうの欲しいな。あとなんだろう、羽生えてる鳥系みたいなやつとかもあったりしても面白いかな。個人的になんかいろいろやって遊びたいな。クリアパーツで羽とかあったらかっこいいだろうな。はい、というわけでね、今回ね、こちらねレオボイドですね、1回500円のねガチャガチャになってますのでね、ぜひ気になった方はやってみてください。以上、ミグマでした。